美里です。今日から3連休なんですけど、私は福岡出身なので福岡に帰りたいと思います。っていうのも、私の福岡の時アパレルやっていたんですけど、販売員ね、その時に一緒に勤めていたスタッフがね、なんとね、2人もね、ちょっと結婚するっていうことになりまして、お祝いに行きます。はい、で1日目はちょっとサウナとかもね、行きたかったとこちょっと入れちゃってるので、ゆるゆると撮っていこうと思ってます。行ってきまーす。はい、飛行機に到着しました。今から約1時間半ぐらいのフライトで福岡に着くと思います。福岡に到着しました。レンタカーを借りて、今からちょっとカフェに行きたいと思うんですけど、私福岡時代から知ってるカフェではあったんですけど、行ったことなかったんで、ちょっとそこに行って、であとね、もう私が楽しみにしてたサウナが待ってるんです。サウナシュランを取った三船山ホテルのラカン、もうそこ行きたすぎてやばすぎて今日は楽しみでございます。そこ行ってちょっとゆるゆると福岡を満喫したいと思います。カフェ行きます。今からですね、住吉に来ました。博多区ですね。でなんか次行くところはなんかカフェとギャラリーが併設されてるところ、コーヒーとアートみたいなところなので、ちょっとそこも行ってみたいと思います。でも福岡本当おしゃれカフェ多いから、本当はいっぱい色の色あるんだろうけど、ちょっと今日行けるのはこれぐらいかな。ドリップコーヒーを飲みました。かわいい、ほらコーヒーと美術、うん、おいしい。3時間ぐらいで2カ所のカフェを回ったんですけど、どっちも福岡の、もう福岡しかないカフェですね。で1つ目のノーコーヒーってところは、映像の通りなんかモノトーンな感じでシンプルな、店内だったんですけど、グッズがねとにかくめちゃくちゃ多かったから、もうお土産めっちゃいいと思う。福岡土産とか、それこそああいうちょっとセンスあるやつもらうとめっちゃ嬉しいと思うし、なんかゴルフとかね、ペット用品とかもいろんな幅広くあったから、絶対お土産誰かにねハマるものがあるはず。で2カ所目はコーヒーと美術みたいなのをテーマにしたところだったんですけど、インスタに載せる写真撮りたいならめっちゃいいと思う。福岡のキネさんって有名な人いるじゃないですか。あの人の絵とかもあったし、もうやっぱ映える、めっちゃ空間が良かったんでいいと思いますし、あとあそこもねステッカーとかぐらいならありましたよ。そして今から大本命のラカンの湯に行きたいと思います。イエーイ。ということで、ラカンの湯は本当に私は1ヶ月以上前から予約をして、本当にこう時間制になってて、しかもその時間制に10組とか10名とかしか入れないんですよ。っていう、もうめちゃくちゃ貴重な、来週行こうかなとかじゃ絶対行けないところなので、もう本当に今日絶対体調崩すものかっていう気持ちで健康を保ってきて今日を迎えておりますので、はい、今から向かいたいと思います。行ってきます。はい、そしてカフェの後はサービスエリアに来ました。こんな感じで今ラカンの湯に移動中なんですけど、木山サービスエリアに寄ったらむっちゃまんじゅうがあって、ハムエッグをゲットしました。これ福岡の人好きですよね。嫌いな人いないですよね。はい、これを食べながら行きたいと思います。最高。行ってきます。ラカンの湯のアートを見てるんですけど、見てすごいね、廃墟エリアっていうところがあってね、すごすぎるんですけど、すごすぎ、
普通の廃墟をチームラボがアートにしてるらしい。マジで本当にリアルに温泉っぽい感じです。すごすぎ。めっちゃめっちゃ温泉、すっごい。ほんと廃墟なんですよね、あとは全部。ほらボロボロ。うわー、すごすぎる。ラカンの家に到着しました。中はもう撮れないので、ちょっとまたね、後ほど出てきてレビューしていきたいと思います。すごい、サウナシュラン、サウナシュラン、楽しみ。行ってきます。はい、ホテル到着しました。サウナの感想なんですけど、まあ、とにかく最高。何が最高かと言いますと、あのね、男性用と女性用違うから、ちょっと男性用は分かんないですけど、女性用はあのね、入ったらまず入り口にミストサウナがあって、私ミストサウナめっちゃ好きだから、もうそれも最高だったのと、あとミストサウナがちょっと火傷レベルで温度が高いのも私的にはめっちゃ良かった。で、あとはもう一個のドライサウナの方はね、アロマボールみたいな、こんぐらいの、本当なんかこれぐらいのやつをお皿に入れて持ってくんですよ、ドライサウナのとこに。で、それでロウリュのさ、あの石がこういっぱい詰まったやつがそのドライサウナのスペースの真ん中にあるんですけど、そこにねポンって置くんですよ。で、一人なんかね、一回一個まで置けて、で、それが溶けてって、めっちゃね、あのアロマの香りがふわーって香って、もうめちゃくちゃリラックス効果のある環境でのサウナだったからめっちゃ良かった。で、水風呂もほんと深いし、あとはね、休憩スペースみたいなところも外気浴がもう相当整ってるからめっちゃいいと思う。あとはね、なんかね、水羊羹とかね、プリンとかね、いろいろね、そのサウナの整った後にちょっとなんか食べれるスペースとかもあって、もうマジってサウナ好きは本当に行くべきって思ったんで、ぜひ、あの、福岡に来た時は1時間半ぐらいで行けちゃうから、普通にスケジュールの中にちょっと3時間ぐらいで組み込めると思うから、ぜひ行ってほしいなと思いました。そしたら今から博多駅ね、近いんで、博多駅周辺でご飯も食べたいと思います。はい、あのね、博多駅の筑紫口付近なんですけど、めちゃくちゃね、あのご飯屋さんたくさんあって、入りたいところ何軒か回ったんですけど、全然あの入れなくて、やっと、でもここももう席があと一席しか残ってないですよって言われて、うん、あのやっと入れたところで、もつ鍋とごまかんぱちとユッケときゅうりと頼んだ。なんかはね、もう適当に入った店でも大概美味しいから、やっぱお店選び雰囲気で選んでもいいと思う。ごまかんぱち、おいしい。もつ鍋いただきます。ユッケね、天かすが乗ってる。たらふく食べてきました。そして私はまだまだちょっとね、お腹が空いてたのでコンビニで梨を買ってきたんですけれども、今日のコースすごいおすすめ。なんかいろいろ、もちろん太宰府とか観光地もあるけど、何度か来た人とかだったらね、なかなか2回目3回目ってあんまり行く場所じゃないのかなとかも思うので、このコースめっちゃおすすめかもです。もうほんと1時間半ぐらいで行けるからおすすめです。今日はですね、出だしから実は別に動画には収めてないんですけど、私今回このチケットを取った時に座席指定をしてなかったんですよ。で、座席指定をしてなかったから、航空券を出すところで自動でピピピピピって予約番号とか入れてやってたら、これは友人受付に行ってくださいみたいな感じで促されて、結局ね、席が取れてなかったんですよね。ちょっと席の調整をしますみたいな感じで、もう例えばさ、3つ席のある真ん中とか、もうほんとね、なんかどんな変なとこに行くんだろうと思いながら、で、しかもさ、そんなことしてるから、ゲート通るのもギリギリになっちゃって、
滑り込みで入ってるのに、お姉さんがあのプレミアムシートで座席確保しておりますって言われて、でそれでえってなって、プレミアムシートって何？と思って見たらね、あのビジネスクラスだったんですよ。だからあの今回 ANA だったんですけど、入り口のね、あのほら3、4席ぐらいなんかさ、大きい席あるじゃないですか。あそこにね、案内されて、めちゃくちゃ運よくプレミアムシートに今日乗ってきたんですよ。でもプレミアムシートってもともとお食事とかもついてるみたいだから、機内食がついてるんで、なんかそれはないんですけどすいませんって言われたんですけど、いやいや全然もう本当に気にしないでくださいって言いながら、その優雅なね1時間半が過ごせるわーって思ってたら、あの食事の時間になって、で周りの人とかにこう食事が行ってて、私初めて見ると思って、このビジネスクラスの機内食とかで、なんかねおしゃれなねサンドイッチとか食べてんなと思って、こうやって見てたらね、あのお客様もお食事いかがですかって言われて、お食事もいただいて、今回ビジネスクラスでリッチに福岡にやってまいりました。はい、もうすごい、あの最初に運を使い切っちゃったんですけども、だいぶご機嫌で今日来てるので、もう今日はね出だしから最後まで大満足で終わっております。ということで、もう夜も遅いので私はこの梨を食べて寝ようと思います。それでは1日目終了です。バイバーイ。2日目の朝でございます。2日目の朝は豆富士っていうね、私がそこのアジフライがめちゃくちゃ好きで、福岡帰って絶対食べたいと思ってて、そこに来ました。じゃーん、お豆腐屋さんなんですけど、私はここのねアジフライと揚げ出し豆腐がめっちゃ好き。いただきます。うわ、美味しい。美味しい。サクサクしてる。うん。ここもね、めちゃくちゃ有名なところで、東京とかも豆は売ってたりするんですけど、福岡がね、スタートのところで豆も購入しております。どっちか朝入りを買いました。そしてじゃじゃん、これはね、クルーンとダージリンティーのタルトも頼みました。ここね、結構あのスイーツもすごい美味しいみたいで、みんな必ずスーツも頼んでるので、よかったら来た時皆さん頼んでみてください。はい、それではただいま、大名のガーデンシティみたいなところにね来たんですけど、見て、もともと大名小学校って超普通のね跡地みたいな感じだったんですけど、ほらなんか壮大なんだけど、ここで今日はご飯を食べます。揃ってます。あとね2人追加されます。久々の元お店メンバーですね。バイバイ。今はこのパークサウスサンドイッチっていうところに来ました。もうご飯前のちょっとまだねあと1時間ぐらいあるので、だらだら喋りながら、レモネードめっちゃ美味しい。で店内の雰囲気もめっちゃ良くて、こんな感じです。クミさんとリーちゃんも映ってます。クミさんからいただきました。え、かわいい、見てちょっとなんか、え、かわいい、やば、これめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。やばい、あのずっと見えとったから、もういつあの早めにもらって持ってあげようかなと思ってたけど、おいしそう、ありがとう、ありがとう、二人とも。すーちゃんも合流です。はい、すーちゃんもね人妻になりますからね。本当やね。やば、え、だってさ、ここ今もうさパートナーいる、私だけ独身だな。今から独身がもう一人来る。なんだなカボスモヒート、あけんちゃん来た、あ、来た来た、あけんちゃん、レイが写真撮ろうとしてたの。けんなちゃん、みんな黒じゃん。みんな黒だ。確かに。私だけゴールドだ。ゴールドだ。ま。いや、ほらインスタ上げなよ。
いね、豪華で豪華でも絶対美味しい。美味しい美味しい。スミレめっちゃちょうどよくない？年齢めっちゃ理想じゃない？いや私がもう押してたんですよ、年押して30歳、サイズだった。あ、よかった。クミさんもですか？4年記念日というちょうど区切りがいいんだって、12時まで瞬間にバサ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 ローゼットの方から持ってきて、素敵。レイは何やったっけ？私は海外行ってて結婚しようか。あ、そうや、そうや、そうか、そうか、そうか、結婚しよっかって言われたの。めっちゃいいね。海外行って帰ってきて、美咲さんに結婚することになりました、ねえいい加減にしてって。そうそう、しかも私その時14連勤目だから、そう14連勤目にレイが帰ってきて結婚することになります。絶対そうなんです、おめでとうみたいな。めっちゃキモいこと言うけど、彼の好きなとこ一人ずつ言っていこう。言っていこう。待って待って、ケイナどうするんだ。一応ケイナだけお父さんの好きなとこ。あ、でも結婚の決め手はおおらかで怒らない。あ、素敵。優しいところですね。はい、ありがとうございます。さくみさん、思いも口に出して言ってくれる自分とも逆なところ。くみさん言わないからね。自分に厳しくて、なんかいつも自分を高めようとしてるところ。お父さんはなんかいろんな人と仲良くなれる。かわいい。田舎全部。はい、ただいまトイレにサプライズチームで集まりました。今日はあの2人が主役ということで、あのケイナちゃんがお花を用意してくれて、レイちゃんがお店も用意してくれて、はい、あと私だけ何もせずにしてるんですけど、はい、ちょっとサプライズをね、はい、今からねしたいと思います。楽しみ、楽しみ。バター入ってる。ビーウェリー。ありがとうございます。はい、すごい、すごい、え、ちょっとプレゼント開けてもらいたいな。開けたい、気になる。私マジで驚きなんですけど。そうでしょ。え、おぉ、え、今じゃん。せーの。リアクションよ。嬉しい、めっちゃ嬉しい。もうこれお風呂に入れてあれもできるんやん。炭酸。たまたまお友達にも会いました。ありがとう。すごい華やか。えみかしかもワンピース着てくれてるし。私のワンピース、かわいい。あ、かわいいわ、かわいい。あ、すごい慣れてる。ラーメンを食べに来ました。深夜1時42分のラーメンです。けいちゃんも入って。けいちゃんも食べてます。同じラーメン。いただきます。明日も食べます。昔からよく仕事終わりにケイナと来てたラーメン屋さんも変わってるんだよね。もともと一風堂だったけど、はい、変わりましてよく来ておりましたね。ダンロットお店なので、ぜひ皆さん来てみてください。はい、それではホテル到着しました。現在2時ということで、みんなで飲んでラーメンを食べて最高な締めくくりになりました。明日はもう午前の便で帰って、お昼からちょっとゆっくりしたいと、ね、結構ハードな旅だったのでゆっくりしたいと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。さようなら。